今回の米国の行動は、これ以上の事態の深刻化を食い止めるための措置である。お願いいたします。国際社会はシリアにおける化学兵器による無辜の一般人の被害という惨状を目の当たりにしてきました。これに対し、化学兵器の拡散を防ぎ、その使用を抑止するために責任を果たそうとするトランプ大統領の決意を支持します。国連安保理決議でも、化学兵器の使用はいかなる場合でも、国際の平和と安全に対する脅威を構成する、このように決定をいたしています。こうした状況の中で、今回の米国の行動は、これ以上の事態の深刻化を食い止めるための措置である、このように理解しています。今後、化学兵器の使用による被害を二度と起こしてはならないと考えます。なお、核兵器や化学兵器を含む大量破壊兵器の拡散と使用の脅威は、シリアだけの問題でもありません。同様の問題は、北朝鮮など、東アジアにおいても起こりうることであり、我が国は米国などと連携して取り組んでいきたい、このように考えます。